帰ったらいなくなってて、悪霊の仕業なんでしょうか。僕が人を殺した？ええ、過去世でね。本当に前世が原因だと思ってるんですか？これは血の呪いです。死んだら終わりですよね。自殺したい人もいれば、生きたくても生きられない人もいる。やめて！死は突然やってきます。その時に真実を知らないことがどれだけ人を混乱させるか。あなたが信じようと信じまいと、そうか、この世を超えた世界は存在します。 Let it be. 怖いものはやはり怖い。